やあ、こんにちは。君も今日のパーティーの参加者かい？君にパーティーが盛り上がる魔法のアイテムをあげよう。プロジェクターがあればパーティーは超盛り上がる。イエーイイエーイイエーイ。自由自在に設置してフル HD の高解像度映像を映し出すことができる BenQ のホームプロジェクター W1070+ をご紹介します。高感度2200ルーメンの明るさと1万対1の高いコントラスト比によって細かい階調をしっかりと表現することができるホームプロジェクターですが、一番の魅力はプラスマイナス30度の縦横台形補正機能。早速その機能を試してみましょう。ハロウィンパーティーへようこそ。今回はハロウィンパーティーを盛り上げるスライドショーを流しながらW1070+の機能を試してみましょう。例えば正面に障害物があってプロジェクターが置けないという場合、今プロジェクターはスクリーンから見て斜めの位置にセットしています。なのでプロジェクターから映した映像はスクリーンから飛び出して斜めにはみ出ています。こんな時でも縦横台形補正機能を使えば正面にプロジェクターを置いているように映像を修正することができるんです。早速試してみましょう。縦横台形補正機能は本体の上のボタンから簡単に操作することができます。今の状態だと画面がスクリーンからかなり左上にはみ出てしまっているので、まずは高さを調整したいと思います。画面を下向きに、これぐらいですかね。次に左右を調整します。画面をスクリーンに収めつつ正面を向くように調整します。いかがでしょうか。プロジェクターを正面に置いて投射したような形とほぼ同じように映し出すことができました。またプロジェクターの位置を動かさずに画面を上下に調整することができるレンズシフト機能も搭載。使い方は VTR をご覧ください。どうしても低い位置にプロジェクターを設置しなければいけない場合も大丈夫。レンズシフト機能を使えば簡単に画面の高さを調節することができます。本体は動かすことなく、本体の上の調節ネジをマイナスドライバーで回していけば、このように画面をスクリーンの最適な高さに合わせることができます。さらに W1070+ は重点音を強化したチャンバー型の高音質スピーカーを内蔵しているので、映像だけではなく音も含めてパーティーを華やかに演出することができます。今夜のパーティーはこれでお開きですが、皆さんも W1070+ を使ってパーティーを楽しんでください。